正直ですね、ちょっと偏見あります、偏見持ってます。どうなんだろう、パッと見は本当普通のハンバーガーだよね。肉の感じは弱いかもしれないな。どうなんだろう、いただきます。はい、皆さんこんにちは、どうもどうも。今日僕はこちら東京ディズニーシーのファンタジースプリングスにあるスナックリータックリングハンバーガー屋さんに来てます。こちらね、食レポであらかた紹介したんですけども、あと最後にですね、このプラントベースって言って、要は肉を使ってないですね、フェイクミートかな、こちらのハンバーガーがね、メニューあるんですけども、これね、美味しいよっていう風に聞いたので、ちょっとこれ食べてみたいと思います。今これモバイルオーダーでオーダーできました。さっきパッと突発で食べたいと思ってサクッと注文できました。まあ今全然普通に取れますね。でもうオーダー済みなんで今から行ってきます。はい、店内入りました。ガラガラですね、めっちゃ空いてんじゃん。ことが全部入ってるよ、マジか。はい、買ってきましたよ。こちらプラントベースバーガーですね。今日はね、動物を使ったね、ハンバーガー、フェイクミートのハンバーガーです。どうなんだろう、動物を使わないね、お肉を使わないハンバーガーですからね、どうなのかな。正直ですね、ちょっと偏見あります、偏見持ってます。どうなんだろう、まあきっと美味しいはず、美味しいに違いない。じゃあいただきます。はい、ちなみに中身こんなんですね。パッと見はほんと普通のハンバーガーだよね。どうなんだろう、中にトマトも入ってるから、通常のね、ドリームバーガーとパッと見変わんないですね。どうなのかな。はい、いただきます。はい、行くよ。どうなんだろう、パッと見ほんと普通なんですよね。ちょっと待って、中見てみようか。トマトがあって、あ、ハムっぽいのがないんだね。そっか、ここってさ、普通のね、パティとなんかハムっぽいのとあったじゃないですか。ハムっぽいのがなくなってる。なんで肉のパンチが弱いかもしれないな。どうなんだろう、行くよ、いただきます。え、全然普通にハンバーガーっぽいね、すごいすごいな。これはね、普通のハンバーガーって言っても信じるね。普通に美味しいですよ。通常バーガーはね、真ん中になんかね、ハムとかソースみたいな肉があって、肉肉って感じなんですけど、これはね、ちょっとでもそこまでの肉のボリュームはないかな。で、トマトと紫キャベツですね。で、紫キャベツはちょっと酸っぱくて、ちょっとピクルスっぽいんですよね。はい、これね、ハム総評なんですけど、美味しいんですけど、これね、僕がね、これを選ぶ理由がないんですよね。僕アレルギーもないし、ベジタリアンでもなくって、肉とこのプラントベースのフェイクミート選べるんでしたら、僕普通の肉の方を取るので、僕はこれでなければならないっていう理由がないんですよね。で、しつこいんですけど、美味しいんですよ。美味しいんですけど、僕があえてこれを選ぶ理由がないので、だからこれはちょっとオーダーしませんね。これだったら普通のノーマルのドリームバーガーあれにするので、絶対にちゃんとベースじゃなきゃダメなんだっていう人でしたら、もちろん、おすすめできます。美味しいです。はい、これ最後ね、はい、スナックリータックリングのプラントベースバーガー完食しました。はい、総評ですね、今言った通りですね、まあフェイクミート、要は動物性のお肉を使ってない植物性のお肉のハンバーガーということで、なるほど、かなりですね、もう本物のハンバーガーみたいな感じで、はい、すごい食感というかね、ジューシーな感じがしました。んですけども、やっぱりね、本家のバーガーはでっかいなんかハムのようなものがドーンと乗ってて、そこにハンバーガーですので、やっぱり肉の暴力っていうか、肉のインパクトはやっぱり通常バーガーの方がもちろん強いです。なんですけども、まあこっちも負けてないですね、美味しかったです。で、さっきも言いましたけど、僕がね、このメニューを選ぶ理由がないんですよね。なので僕は普通にお肉好きですし、でベジタリアンでもないし、やっぱり肉のインパクトガツンと大歓迎で、むしろドンドーイなので、パティ風ハンバーガー風のかなり似ている感じのお肉だったら、初めからお肉僕は多分食べれるので、アレルギーもないしベジタリアンでもないので、なので、まあ申し訳ないんですけど、美味しいんですよ、美味しいんですけども、僕はこれはまあオーダーする理由がないので、まあオーダーしませんし、まあ食べませんね。
はい、そういう感じです。まあでもね、美味しかったです。なのでプラントベースなんですけども、かなり美味しく、本当ハンバーガーに近い感覚で最後まで食べることができました。はい、よかったら参考にしてください。はい、以上スナックリタックリングのプラントベースバーガーの紹介レポートでした。じゃあねー。